スノーマンの美白男子渡辺翔太、メンバー一人に保湿の勧め、紫外線を浴びる機会が多い人なので。スノーマンの渡辺翔太31が出演するスキンケアブランドフラルネのシーズンムービーが15日から特設サイトで公開される。同ブランドアンバサダーを務めている渡辺は、前回の秋冬シーズンムービーに続いての出演。今回は、ありのまま美白をテーマに撮影している。さらに、新商品の保湿力や香りについて熱弁するなど、美白男子ぶりを発揮。保湿を進めたいメンバーについては、岩本、てる、くんですかね。彼はキャンプに行っていて、紫外線を浴びる機会が多い人なので、と語った。